はい、皆さんこんばんは、おしゃれでございます。さあ、やっていきましょう。さて、今回まず、こいつをテイムしようと思います。はい。これ、見えるかな?はい。ちょっと。はい、こちら、プライムバルブドックとなっております。今回こいつをまずテイムしていきます。レベル自体は60レベルなんだけど、まあ、バルブドックだしいいかなっていうことで。はい。ちなみにテイムはパッシブテイム。手渡しだね。だから、まあ、普通のバルブドックと同じ感じっぽいので、今回はその先にこいつをテイムしようと思います。餌はね、エターナルベリープライム4個だね。4個か。しまったな。4個か。ちょっと待った。餌忘れたわ。ちょっと取りに行ってきます。てか、ブラッドストーカーだったら見やすいかなと思ったけど、これ雪袋ちゃんの方が見やすいやんけ、これ。よく考えたら。よし、テイムしていきましょう。これ敵対されたりするかな?もしかして。敵対はされないか。早いよ、早いよ、お前。よいしょ。オッケー。完全に普通のバルブドックちゃんと変わんないっすね。ああ、びっくりした。はい、オッケー。簡単。簡単なテイムでした。ちょっと待って。おい、充電やばいんだよ。何これ。充電容量が、28万。充電容量28万だって。これは、もう明かり困んないっすね。これもう電気代実質ただじゃん。ちょっとちっちゃいじゃなくて、ちょっとでかいよ。早いよ。なんかでかいちょっと。気のせいかわかんないけど、ちょっとでかい気がする。うん。なんか、肩に乗っけて少し縮小されるから、あ、やっぱでかいよね、少し。あれ?手を叩くがねえな。手を叩くがねえぞ。あれ?これで発光してるよね、多分。これで。ちょっと、アベレーションじゃねえからよくわかんねえけど、今このマップが。あ、待った。あ、オッケー。発光してる。発光してる。うん。リーパーキングがふにゃふにゃになってっから、これ発光してるわ。オッケー。とりあえず普通のバルブドックとして使えそうっすね。ただまあ、圧倒的なだけで。うん。いろいろと圧倒的なだけで。これ、攻撃力とかあんのかな?でもなんか命令ないんだよね、バルブドックって。そういえば。じゃあまあ、とりあえず、この間殺されてしまった、社員本ちゃんに代わって、この家の照明が係になってもらおう。この、なんか、提灯の部分のライトがさ、水色ってのがいいよね。これ、すごく綺麗。あ?ちょっと待って。これ今2段階上げただけなんだけど、2段階上げただけでなんかとんでもないことになってない?なんで20万ずつ上がってんだよ。マジかよ、これ。え、なんかめっちゃ伸びるやん、この子。めっちゃ伸びるやん、体力とか。これ100万いってんだけど。100万いったぞ、これ。放電範囲とかは。放電範囲とかはまあ普通か。はい、というわけで、プライムドックは、まあ、プライムドックじゃねえや、プライムバルブドックだ。プライムバルブドックは、まあ、あれでいいやと、まあ、あれでいいやっていうのもかわいそうだけれども、まあ、とりあえず、バルブドックが純正に強化されたという形でしたね。はい。本当はもうちょっとなんかおもろい効果あんのかなと思ったんだけど、まあ、それはいいや。で、今回の本命、はい。あちらですね。プライム、Y1 じゃねえよ、大きさの判定どうなってんだ、これ。プライムテリジノサウルスですね。今回、あいつをテイムします。ぶっちゃけテイムしなくてもいいかなとは思ったんだけれども、まあ、ちょっとね、気になるんですよ、個人的に。個人的にちょっと気になるのよ。はい。というかね、アヌナキの頃って、アルファテリジノサウルスとかに合わなかったから、まあ、このエターナルではぜひ、アルファテリジノテイムしたかったなと思ってたんだけど、まあ、アルファの前にプライム見つかっちゃったんで、こいつテイムしようかなと。色も綺麗だしね。前回ね、テイムしたパンダに比べりゃ、全然大丈夫。なんかもう、ささっとテイムできるでしょうということで。はい。さてと、とりあえず出血等はあるから。待って、そうだ、危ね!危ね、忘れてた。しまった、頭突きで眠らされるところだった。あっぶね、危ね、危ね、危ね。っていうかさ、ちょっと待って。違う。俺、試したいことが一つあったんですよ。そういえば一つあったんですよ。ちょっと、試したいこと。はい。はい、動画ご覧の方はもうご存知ですね。はい。こちらの持ち上げられるレリック。はい。これを使って、あー、来た。これ使って眠らせられるかどうか。
で、こうやって飛んでれば多分いつかテイムが終わるんじゃないかなというそういう目論み。あれ？ダメか。あ、ダメか。ダメだ。え、マジか。効かないんだ。あれ？プライム種って効くよね。あ、あれ？ま、この自動麻酔効かないのかよ。え、ライフルの威力もまあさることながらそれも見ておきたかったんだけど。え、マジか。じゃあもうこのままやるしかないか。ちなみになんでこうやってしっかり飛び上がってるかっていうと、頭突きで騎乗者貫通食らったら俺死ぬんでっていうそういう話です。はい。あ、意外としぶとかったな。なんか光の粉が舞ってるよ。これはプライムダートの能力なのかわかんないけど、まあいいや。ちょっと待って、餌何個だっけ。餌は何個だい、何個だい。あ、3つね。はいはい、了解了解了解。オッケー。あー、なんかある。え、何これ。ちょっと待って。いいよ。とりあえずまずテイムしてから見よう。はい、オッケー、終わり。よーし、返せ。オッケー。まあ、テイム自体はサクッと終わることはなんとなく想像してたけど、よかったよかった、あっさり言って。なんかあるよ、ほら。それよりも。ほら、プライムワイバーンと同じ感じで。ほら。プライムワイバーンと同じ感じで、進化形態がある、ちゃんと。とりあえず見てみようか、ここで。ちょっと危ない気もするけど。ファイアテリジノ。はい。まあ、テリジノサウルスって、エターナルテリジノサウルス。あいつらって、なんか麻酔のやつしかいなかったから、まあ、その他の属性ですね。はい、これはハーベスターテリジノ。ハーベスター？ハーベスターってなんだ？ライトニングテリジノ。はい、電気ね。ポイズンテリジノ。え？え？あれ？エターナル。エターナルテリジノサウルスってポイズンだったはずだけど。え、また別のポイズンいるんか。ちょっとね、このハーベストってなんだ？ハーベストってさ、なんだっけ？なんか収穫するとかそういう感じの意味だっけ。なんか農業関係の単語じゃなかったっけ。なんか違ったっけ。あ、つかめない。あ、つかめたわ。テリジノサウルスは確か前回サドルがなんか いつの目か手に入ってたので、これ使えるよね多分。アルファ用だけど。あ、普通に乗るね。よし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 。さてと、乗った感じは別にか。あ、ちょっと待った、クラゲが、クラゲがいるせいで、ちょっと、そんなシュッシュシュートどうでしたっけ。移動速度は速いね。そしてジャンプできるという。はい、ジャンプもできる。うん。まあ、なんとなく想像はしてた。そして、はい、ですよね。うん、ですよね。まあ、いつもの通りということで。まあ、いつもの通りですよ。はい、おお。やっぱちょっとでかいっぽいね。なんか比率的に、ああ、なんかでかそう。ほら。なんかサバイバー浮いちゃってるし。いや、むしろちっちゃいのか。まあ、どっちでもいいわ。攻撃方法は変わんないかな。通常攻撃、爪、右の、これ。これね、爪かしかしの、頭突きは？うん、頭突きもできると。ああ、これもね。ああ、これもできると。まあ、とりあえず、挙動的にはテレジノと変わんないかね。まあ、移動速度が速くて旋回性能が結構上がってるっていうことと、ジャンプができるってこと以外は。そして、ちょっと気になるんですが、岩さんは、岩は大丈夫、ぶっ壊さない、岩壊さない、やったやった。最近マジでこの岩壊すのが本当にだるいから、これ。で、収集に関して、先にちょっと収集見ちゃおう。はいはいはい。まあ、これは普通の繊維でしょ、これは。はい。まあ、はいはいはい。まあまあまあ、普通にベリー取ると。現状、特になんか、生物というか、テリジノサウルスとあんまり収集系は変わんないっすね。なんか、エターナル生物みたいになんか、ボボッといろんなもん取ってくれとか、そういうのはないわ。まあ、普通のエターナルテリジノも、まあ、変なもん取ってくれたりはしなかったから、そこら辺は一緒か。じゃあ、ちょっと火力見ますか。なんか見た感じ、出血してなかったよね、さっき。プライムワイバン殴ってた時。出血はしてなかったから。
果たしてどうか。えいや、1万出ますね。ただ出血しない、やっぱり、やっぱり出血はしない。これはこの古書栗、古書栗、ああ、古書栗、あー、え、あ、古書栗に、古書栗に掘れ、気絶値上昇がありやがる。マジか。で、ちょっと あいつも死んじゃいそうだから、ちょっと一回撤収。さて、じゃあ頭突きは8000。あー、そして気絶値は一応上がるな。ただこっちの古書栗の方が気絶値は上がってる感、そしてダメージも出てる感。こっちは2連ヒットで1万3000だからね。あ、それ考えるとこれよりもいいのか、これ、このテリジノのメインのこの爪攻撃よりもいいのか、これこれよりもこっちの方がいいの、これ古書栗の方がいいの、これこっちの方が、マジ。ちなみにバニラのテリジノはこっちの爪攻撃461に対して、だよねこの古書栗そんな火力出ないよね。うん、やっぱりコショグの方が強いね、こっちよりこっちより普通にダメージ出てるわマジかマジか、マジであれじゃん、人のこと笑い死にさせてんじゃんこれ、ね、こいつにくすぐられると、まあ面白すぎてもう笑顔のあまりもう穴という穴から血を吹き出して死んでいくっていう、まあ出血はしてないけどだから、ま、なんか笑い死にというやつですよ、本当の笑い死に。ちょっとさすがにこれ予想外だ。てかこれ多段ヒットしたっけ、こんな多段ヒットしたっけ。いや違う、多段ヒットじゃねえか、そもそも火力がでかすぎんのかこれ。あ、ちょっと待って、結構でかいね、ほら、あ、でかいこれ、エターナルテリジノと比べてだいぶでかいわ、ほら、あ、こんなに差あったんだ、これでかくない、すごく。へえ、一回りくらい違うじゃん。というわけで、プライムテリジノサウルスのテイムでした。はい。総評としてなんだけども、まあ、普通に強いテリジノサウルスだね。うん、普通に強いテリジノサウルスで、移動性能も向上して便利になりましたと。はい。ただ、それだけなんだよね、今のところ。うん。今のところ、それ以外はただのテリジノサウルスだね。あ、ぶっちゃけ、エターナルテリジノサウルスの方が便利かなって思ってる。うん。麻酔関係とか薬関係とか作ってくれる、そういう能力があるから、まあ、性能って、戦闘能力云々以前の前に超便利なんだよね。こっちのプライムテリジノはね、現状戦闘力はめちゃめちゃあるんだけれども、そういう便利さにはちょっとエターナルテリジノには及ばないと。で、その戦闘力に関してもこの子出血ないやん、この子プライムなのに。俺てっきり出血すると思ってたんだよ、この爪とかで、うん、で、あのサムネにあの肉を先出血させるなんか競争みたいな、そんな感じの文言書いてサムネにしようかなと思ったんだけど、まさかの出血がなかったと。これがね、結構誤算だったね、個人的には。まさか出血ないとは思わなかった。うん、プライムって全般出血するかなと思ってたんだけど、例外除いて、その例外だったね。うん、でこうなってくるとね、ちょっと純粋な戦闘力は出血持ってるアロサウルスとかの方が高いかなっていう、うん、てかなんだったらプライムワイバーンの方が高いよねって、そうなっちゃうから、戦闘力が高いといってもまあ強いかなレベルでちょっと止まっちゃってるね。うん、正直な話、まあ、ここで例えばこの爪攻撃がさ2万とか一気にバッて出してくれるんだったら話は別なんだけど、こう純粋火力面ではアルファギガノトにすらまだ及べてないっていう感じだからね、正直今のところはちょっとまあまあかなっていう、うん、弱くはないんだけど、まあ別にみたいな、そんな感じだね。ただこれですよ、プライムワイバーンのようにあらゆる進化を残してるので、まあ、この子の本領は進化してからだろうね。まあ、どれに進化させようかっていうのはちょっと今のところまだ悩み中だけど、まあ、全部試す予定だけど。さて、じゃあちょっと、まあ、今日はこれで終わりにしてもいいんだけど、ちょっとクラゲちゃん、もう一個試したかったクラゲちゃんの性能というやらがまだ試せてないので、それだけやって、ね、ちょっと今日は終わりにしましょう。なのでまだまだ続くよ。ちょっと個人的に気になってた子がいましてね、今寝ちゃったんだけど、これデンデムシ、これデンデムシなんだけど、なんかちょっと気になるんですよ。これベリー入れて、これはい、これだけでテイムできちゃうからさ。で、寝ちゃったー、まずくないかそれ。気絶してる状態でこれって入るの大丈夫、入る、これ入ります、あ、入った、よかった。
ああ、お前にも効かねえんだ。クラゲちゃん。え、クラゲちゃん俺持ってるよ。あ、持ってるよ。周りがみんな、一応催眠効果出てるから。あ、お前には効かないんだ。へえ。さて、でんでん虫くん、動画丸々1本撮って紹介するほどのものではないだろうと思ってたので、ちょっとこの機会にやっちゃおうかなというところで、まあ、なんか、この子をテイムして、わ、ジェリーフィッシュすげえっていう風に言うのもなんかおかしい気がするけれども。ね、肩乗せジェリーフィッシュすげえっていうのもおかしいと思うけれども。で、拾えますな。何かを作ってくれんのかなと思ってたんだけど、この子をずっと見てて思ったのが、何か作ってくれんのかなと。これ、能力的には結構まあ貧弱というか、うん。まあ、結構どころかかなり貧弱なんだけど、正直バニラクラスだと思うんだけどさ。おぉ。おぉ。わ、こんな感じなんだ。わ、こんな感じなんだね。俺、デンデン虫はテイムしたことないからね、バニラの方では。おぉ。なかなかグニュッとしてます。なかなか、持ち心地ですよ、これは。グニュッとしてて。で、マイマイの分泌物。普通だな。なんか普通だね。あ、はいはいはい。またなんか出した？あ、ちげえ。これちゃんと持つたんびにぬむってなるんだ、これ。ええー、面白い。あ、この子結構面白いじゃん。なんだっけ？放浪モードにしておくと、なんかぬめぬめいろいろ出してくれるんだっけ？バニラのマイマイは放浪モードになってると45分ごとに有機ポリマーを出して、で、1分ごとに、なんか、このセメントを出してくれると。で、有機ポリマーの腐敗時間が伸びると。バニラと同じだな、なんか。バニラと同じだね。ちなみに。あ、普通のベリー食べてくれる。バニラのマイマイはほれ、ケーキしか食ってくんないのに。あ、なるほどね。そっかそっかそっか。あ、あとあれじゃん。あ、有機ポリマーもう一個できた。45分ごとに一個ずつだから、そうだよね、ウィキによると45分ごとに有機ポリマーをホーローモードで設置してくれるっていうから、そっか、この子あれか、バニラのマイマイより使い勝手が良くなってるみたいな感じかな。そのなんかエターナルのなんかアイテムをバッと出してくれるってわけではないんだけれども、その代わり普通のマイマイ、バニラと同じマイマイの感覚で使えて、かつ使いやすいと、そういう感じか。なるほどね。ちなみにさ、これなんだっけ、このまま、どうしてんだろう、みんなは。みんなはどうしてるんだろう。まあ、放浪モードのまま置いておくのが基地なんだろうと思うんだけど。あ、すごい、なんかセメントができる速度速くない？やっぱ。あと、マイマイといえば、頭装備かぶせられるはずだけど。いける？あ、いけるいけるいける。ライオンみたいになったんだけど。お尻の方が、あ、そういうかぶり方なんね。なんか、お尻の方がなんか。おー、なんか、すごい。モンジャラみたいになった、モンジャラみたいになった。かわいいやんけ。かわいいんだけど、ごめん、返せ。返せ。あ、でもちょっと待った。余ってるから、つけといてあげよう。これ、いいや、これ、余ってるわ。余ってるから、つけといてあげよう。返してもらっていいや。すまん、返すわ。すまん、返す。はい、というわけで、ちょっと今回はここまでにいたします。なんかまあ、目新しいことが何もなかったような気がしないでもないけど、まあちょっと個人的にね、気になってた生物2匹をテイムしたっていうことで、今回はここまでということで。マイマイちゃん、ちょっと、マイマイちゃん軽く総括しようか。まあ、普通に使いやすいんじゃないかなと。うん。普通のマイマイと違ってね、ベリー食ってくれるから、普通の。普通のベリー食ってくれるし、あとこれ食ってくれるでしょ、これ。あ、ホットポーションね、これ。これ肉ポーション。多分肉ポーションは食ってくれるはずだから、ああ、オッケーオッケー、回復したね。ああ、やっぱ肉ポーションも食ってくれるから、食料管理がすごく簡単、かつ、バニラよりも早い頻度でこういうやつらをなんかセメントとか生成してくれるから、使い勝手がかなり向上してるなと、そういう印象。うん。全然、あれ使える。うん、全然。ただ問題は、別にエターナルにおいてセメントとか有機ポリマーを集めるのがそんなに大変じゃないっていうことなので、この子は、拠点の中で安全に。愛玩動物としましょう。結構可愛かったわ。うん、マイマイちゃん。というわけで、じゃあ今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。